今日は三菱重工が韓国 F-35 衛星備を拒否したって話、知ってるか？え？なんで拒否したの？技術流出とか、日韓関係の闇とか、なんかヤバそうな匂いがプンプンするんだけど。そうなんだよな。実はこの裏には、想像を絶する闇が隠されてるって噂なんだぜ。一体何が、詳しく教えて。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。ちょっと待ってマリサ、三菱重工って、あの飛行機とかロケット作ってる会社だよね？なんで韓国の戦闘機の整備を拒否したのよ？ああ、霊夢も知ってるあの三菱重工だぜ。F-35A って最新鋭のステルス戦闘機、知ってるか？ええー、なんかレーダーに映らないすごい戦闘機って聞いたわ。でも、韓国も F-35A 持ってるの？そうなんだぜ。韓国は F-35A を40機導入してるんだ。で、その整備の一部を三菱重工に頼もうとしたんだけど、三菱重工が断ったってわけだ。なんで断ったのよ？日本と韓国って仲悪いから？まあ、それも一因ではあるんだけど、一番の理由は技術流出の懸念なんだぜ。技術流出？どういうこと？ F-35A ってのは、ただの戦闘機じゃないんだぜ。世界最高水準のステルス技術、電子戦能力、それに情報処理能力が詰め込まれた、まさに空飛ぶスーパーコンピューターなんだ。へえ、すごいわね。でも、それが技術流出とどう関係があるのよ？ F-35A の整備ってのは、ただ部品を交換したりするだけじゃないんだぜ。その高度な技術を理解し、適切にメンテナンスできる技術力が必要なんだ。なるほどね。で、韓国にはその技術力がないから、三菱重工に頼もうとしたわけね。その通りだぜ。でも、もし三菱重工が整備を引き受けたら、韓国の技術者が F-35A の内部構造や技術を詳しく知る機会を得ることになる。それが技術流出につながるってわけね。でも、韓国も準同盟国なんだから、協力してもいいんじゃないの？確かにそう思うよな。でも、韓国ってのは過去に何度も日本の技術を盗用したことがあるんだぜ。例えば、戦車のエンジンとか、潜水艦の設計図とか。え、そうなの？そんなことしたら、日本の安全保障に関わるじゃない。その通りだぜ。だから、三菱重工は技術流出のリスクを考慮して、韓国 F-35A の整備を拒否したってわけだ。なるほどね。でも、韓国は怒ってるんじゃないの？もちろん、韓国政府は激怒してるぜ。でも、日本政府は技術流出の懸念は当然だって態度で、一歩も引いてないんだ。すごいわね。日本も強くなったわね。まあ、そうだな。でも、この問題は日韓関係をさらに悪化させる可能性もあるから、今後の動向には注意が必要だぜ。ちょっと待ってマリサ。技術流出ってそんなに簡単に起こるの？いや、そう簡単じゃないぜ。F-35A の整備には、厳格なセキュリティルールがあるし、三菱重工も細心の注意を払うだろう。じゃあ、なんでそんなに心配してるのよ？それはな、韓国の技術力の問題だけじゃないんだぜ。韓国ってのは、中国とかなり親密な関係にあるんだ。え、そうなの？それって、中国に技術が渡っちゃうってこと？その可能性も否定できないぜ。中国は F-35A に匹敵するステルス戦闘機の開発に力を入れてるからな。もし韓国経由で F-35A の技術が中国に渡ったら、日本の安全保障にとって大きな脅威になる。怖い。そんなことになったら、日本はどうなっちゃうの？まあ、そうなる前に、日本は F-35A のさらなる改良や、新しい戦闘機の開発を進める必要があるだろうな。なるほどね。でも、それってすごくお金がかかるんじゃないの？そうなんだよな。防衛費を増やす必要が出てくるかもしれない。でも、国民の命と安全を守るためには、必要な投資だと思うぜ。そうね。安全には変えられないわね。それに、技術流出を防ぐことは、日本の防衛産業にとっても重要なんだぜ。どういうこと？日本は世界有数の技術力を持つ国だ。その技術を守り、発展させることは、日本の経済力や国際的地位を高めることにもつながるんだ。なるほどね。技術流出って、単に戦闘機の整備の問題だけじゃないのね。その通りだぜ。この問題は、日本の安全保障、経済、そして国際関係にも深く関わってるんだ。すごいわね。この問題、もっと詳しく知りたいわ。そうだな。じゃあ、次は F-35A の整備拒否が日韓関係にどんな影響を与えたのか、詳しく解説していくぜ。ちょっとマリサ、日韓関係って最近なんかあったっけ？ああ、実はこの F-35A 整備拒否の件で、日韓関係はさらに冷え込んじまってるんだぜ。そうなの？でも、韓国が悪いんでしょ？技術盗用とか、もう信用できないわよね。まあ、霊夢の気持ちもわかるぜ。でも、問題はそれだけじゃないんだ。
どういうこと？実は、この F-35A の整備拒否ってのは、単なる技術流出の問題だけじゃなく、日韓の安全保障協力にも影響を与えてるんだ。安全保障協力？そんなのしてるんだっけ？ああ、してるぜ。例えば、北朝鮮のミサイル発射情報とか、中国の軍事的動向とか、そういう情報を共有してるんだ。ふーん、そうなんだ。でも、それが F-35A とどう関係あるのよ？実は、F-35A ってのは、単なる戦闘機じゃなくて、日米間の安全保障協力の象徴でもあるんだぜ。象徴？そうなんだぜ。F-35A は、アメリカが開発した戦闘機だけど、日本と韓国も導入することで、日米間の連携を強化しようって狙いがあるんだ。なるほどね。で、韓国の F-35A が整備できないと、どうなるのよ？韓国の F-35A がちゃんと整備されないと、その能力を十分に発揮できない。そうなると、日米間の連携に穴が開くことになる。それはまずいわね。北朝鮮とか中国とか、虎視眈々と日本を狙ってるんだから。その通りだぜ。特に、北朝鮮は核ミサイル開発を進めてるから、日米間の連携はこれまで以上に重要になってるんだ。じゃあ、日本は韓国に F-35A の整備を手伝ってあげればいいんじゃないの？それは難しい問題だぜ。さっきも言ったように、技術流出の懸念があるし、韓国の反日感情も根強いからな。もう、韓国って本当に面倒な国ね。まあ、そうだな。でも、日本としては、韓国との関係を完全に断ち切るわけにもいかないんだ。なんで？韓国は、地理的に日本に近いし、経済的にも重要なパートナーだ。それに、北朝鮮問題を解決するためには、韓国との協力が不可欠なんだ。なるほどね。難しい問題ね。そうなんだよな。だから、日本政府は、韓国との関係改善を目指しつつ、技術流出を防ぐための対策も検討してるんだ。どんな対策？例えば、韓国の技術者を日本に招いて、F-35A の整備技術を教えるとか、部品の供給だけを行うとか、いろいろ考えてるみたいだぜ。へえ、そうなんだ。でも、韓国が素直に協力してくれるとは思えないわね。まあ、そうだな。今後の日韓関係は、まだまだ予断を許さない状況だぜ。この問題、どうなるのかしらね。それは誰にもわからないぜ。でも、一つだけ確かなのは、この問題は、日本の安全保障にとって非常に重要な問題だってことだ。マリサ、F-35A の整備拒否って、韓国の国内でどんな反応があったのよ？韓国国内では、この件に関して様々な意見が出てるぜ。例えばどんな？まず、保守派は日本の技術力を見くびっていたとか自国の技術力を高めるべきだって反省の声を上げてたりするんだ。まあ、そりゃそうよね。日本に頼ろうとして断られたんじゃ、恥ずかしいわよね。一方で、革新派は日本は準同盟国として協力すべきだとか技術流出の懸念は過剰反応だって日本を批判する声も上がってるんだ。またそんなこと言ってるの？厚かましいにも程があるわね。まあ、韓国国内の意見は割れてるってわけだ。で、韓国の国民はどう思ってるのよ？実は、韓国国民の多くは、この問題にあまり関心がないみたいなんだぜ。え、そうなの？そんな重要な問題なのに？ああ、韓国では、国内の経済問題や政治スキャンダルの方が関心が高いみたいでな。それに、F-35A の整備なんて、一般人には関係ない話だから、ピンとこないのかもな。確かにそうかもね。でも、韓国のマスコミはどうなのよ？大騒ぎしてるんじゃないの？もちろん、一部のメディアは日本の裏切りだ、とか日米間の連携が崩壊する、って大げさに報じてるぜ。またそんなこと言ってるのね。ほんと、懲りないわね。でも、そういう報道は一部で、多くのメディアは冷静に状況を分析してるみたいだぜ。そうなの？意外だわね。ああ、韓国のメディアも、最近は日本の技術力や安全保障に対する意識の高さを認めるようになってきてるんだ。ふーん、そうなんだ。まあ、今回の件は、韓国国内でも様々な反応を引き起こしてるってわけだ。日本としては、韓国の国内世論をうまく利用して、技術流出を防ぎつつ、関係改善につなげたいところね。そうだな。日本政府も、韓国の国内状況を注視しながら、慎重に対応していく必要があるだろうな。この問題、韓国国内でどう展開していくのか、見物ね。マリサ、この F-35A 整備拒否の件、アメリカはどう思ってるのよ？ああ、アメリカは基本的に静観の構えを取ってるぜ。静観？どういうこと？つまり、表立ってどちらかの肩を持つことはせず、事態の推移を見守ってるってことだ。ふーん。でも、アメリカにとっても F-35A は重要な戦闘機でしょ？
韓国がちゃんと整備できないのは困るんじゃないの？確かにそう思うよな。でも、アメリカは日韓両国と同盟関係にあるから、どちらかに肩入れすると、もう一方との関係が悪化しちまう。なるほどね。アメリカも板挟みってわけね。まさにその通りだぜ。それに、アメリカは F-35A を世界各国に輸出してるから、技術輸出のリスクは十分に理解してる。だから、日本の懸念にも一定の理解を示してるんだ。じゃあ、日本が整備を拒否したことを、アメリカは黙認してるってこと？まあ、そうとも言えるな。でも、アメリカは日韓両国に関係改善を促すような発言もしてるから、完全に日本の立場を支持してるわけでもない。アメリカって、本当に計算高いわね。まあ、国際政治ってのは、常に利害が絡み合う複雑な世界だからな。でも、もし韓国が中国に技術を渡しちゃったら、アメリカも困るんじゃないの？もちろん、それはアメリカにとっても悪夢のシナリオだぜ。だから、アメリカは水面下で、韓国に技術輸出防止の圧力をかけてるって話もある。へえ、そうなんだ。まあ、アメリカとしては、日韓が協力して、東アジアの安定に貢献してくれるのが一番望ましいんだろうな。確かにそうね。でも、韓国が素直に協力するとは思えないわね。まあ、そうだな。今後の日米韓の関係は、まだまだ不透明な部分が多いぜ。結局この F-35A 整備拒否問題、日本にとってどんなメリットやデメリットがあるのよ？ああ、霊夢、いい質問だぜ。実はこの問題、日本にとってメリットとデメリットが複雑に絡み合ってるんだ。詳しく教えてよ。まずメリットから話すと、一番大きいのは技術輸出の防止だな。F-35A は日本の安全保障にとって重要な戦闘機だから、その技術が他国に渡るのを防ぐのは当然の判断だぜ。それはそうよね。でも、韓国との関係悪化はデメリットじゃないの？その通りだぜ。韓国は日本にとって重要な隣国だし、経済的な関係も深い。それに、北朝鮮問題を解決するためには、韓国との協力が不可欠だ。だから、関係が悪化するのはデメリットと言えるだろうな。じゃあ、メリットとデメリットが相殺されちゃうんじゃないの？いや、そうとも限らないぜ。今回の件で、日本は技術大国としてのプライドを示したと言える。これは、今後の国際的な交渉や取引において、有利に働く可能性があるんだ。なるほどね。技術力ってのは、国の力になるってことね。その通りだぜ。それに、今回の件で、日本の防衛産業の技術力や信頼性が改めて世界に示された。これは、今後の防衛装備品の輸出にもプラスに働く可能性があるんだぜ。すごいわね。でも、デメリットの方が大きいんじゃないの？確かに、短期的にはデメリットが目立つかもしれない。でも、長期的には、日本の安全保障や経済にとって、プラスになる可能性もあるんだ。なるほどね。難しい問題ね。そうなんだよな。だから、日本政府は、韓国との関係改善を目指しつつ、さっき言ったような、F-35A の整備技術を教えるとか、部品の供給だけを行うとか技術輸出を防ぐための対策も検討してるんだ。へえ、そうなんだ。でも、韓国が素直に協力してくれるとは思えないわね。まあ、そうだな。今後の日韓関係は、まだまだ予断を許さない状況だぜ。この問題、どうなるのかしらね。それは誰にもわからないぜ。でも、一つだけ確かなのは、この問題は、日本の安全保障にとって非常に重要な問題だってことだ。そうね。今後の動向に注目しないとね。本日のお話はここまでだぜ。三菱重工が韓国 F-35A 整備を拒否した裏には、技術輸出の危機や日韓関係の闇が隠されていたのね。ああ、今回の件は日本の安全保障にとっても重要な問題だから、今後の動向に注目していく必要があるぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。